の三重オートキャンプ場でございます。どうもこんにちは。ダディチャンネルのヒロダディと申します。クソデカバカ重い。来賓のとこでしょ。来賓のとこですねこれ。うまそうですね。めちゃめちゃうめえ。風乗ってきたよ。現在時刻は、4時20分ということで、夕飯の支度に向けて、僕の方も火起こしを、進めていきたいと思います。まずはフェザースティックですか。これすっげえ苦手なんですよね僕。いや寸止めだね。いや薄いからこれなんていうんですか、この全然作れないんですよね。すぐ細くなっちゃって、うん、よいしょ。これさえ終われば今日の仕事が終わったようなもんです。キャンプの馬刺しが待ってる。馬刺しが食いてー。松坂牛食いてー。火起こしが終わんない限りがっつり飲めないですもんねやっぱり。 それまではよいしょ。で僕の目標は今日こそはライターを使わない。おほほほ。フェザースティックはこんなもんでいいかな。よし、よいしょ。この形状マジで組みにくいですね。薪が。なんか全然出ないこれ。なんでなんで痛い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 。やりづらそう。やりづら。これ取りますか。取った方が多分やりやすいでしょ。安定が悪くなっちゃう。よっ。来た来た来た。沈下するのやめて。本当沈下するのだけはやめて。来た来た。来ましたね。よかった。今日一瞬で成功した。今日はね、無事火起こしが一瞬で終わりました。いやよかった。うわいいですね。ちゃんと来た。やっぱめっちゃ熱くない？しかも全部俺。でも普段だったらこう撮影なんでもっと声張るんですけど、なんかそんな気1ミリも起きないですね。いいなキャンプ。ちょっと一仕事終わったのでちょっと改めてお疲れ様です。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 楽しいな。幸せですよ。いや幸せですね。今6時前ですか。僕ちょっと調理しちゃっていいですか。お願いします。私もしていかないと。そうですね、ゆっくりと。今日ねこの僕スキレット用意したんですよ。なんでこれを使ってねちょっと調理していこうと思います。まずはと玉ねぎざく切りでいっか。はい、でスキレットにドンと。これももう作ってきます。出た馬刺し。ナスナスナス、いいいいいい。したらこれズッキーニと。で、最後にと鶏の胸肉と。よいしょ。ドン。あっ、オリーブオイルぶっかけて。はい、いってらっしゃいませ、はい、軽く塩コショウをしようかな。そしたらこれを炒めまして。炒めなくて
炒めなくていいや。これ今回鶏肉のトマト煮ソース、これをねぶち込んで蓋をして煮込んでいきます。いやーいやー、うーわー、もううまいじゃん、絶対これうまいじゃん。そしたらね、これに蓋をして煮込んでいきたいと思います。いや、2人もうすぐできるんで、オーケー、きっとこれもできてる、もうできてる、できてる、早っ、もうできてる、食べて食べて、ちょっといただいちゃっていいですか。食べよ、おろし醤油でいただきます。うん、うまいっすねこれ、やっぱ。これ見えるかな、マジでうまい、マニク、キャンプで太るなら本望ですね。本当にできてるかな。ちょっと一旦開けちゃっていいですか。いっちゃってください。よいしょ、オープンと。うわ、うまそう、これうまそう。これも、あ、火入ってます、入ってます。はい、ということで、これね、完成。これ絶対うまいやつじゃないですか。普通にうまいでしょ、これは。これ間違いないですよね。ちょっと先行っちゃってください。うん。どうですか。あ、いいね。いいですか。よかった。幸せ。ちょっと食べよう。味付けも、うまい、味付けもいい感じ、うん、火もちゃんと通ってるね。思いのがちょっとしょっぱいな。しょっぱい、ちょっとしょっぱいですね。うん、うわー、うまい。よし、いくかな、じゃあ。うわー、松坂牛絶対うまいやつだ、これ。あっ、うまそう。あ、松坂さん、うまそう。松坂は裏切んないと。もうそうですね。やばいっすね。これは反則だ。うまそう。いや、絶対うまいよ、これ。うん。うまいっすか。薄っ。味はやっぱ薄い。だってさ、まあ、塩コショウもしてない。何も振ってないもん。これ松坂牛ちょっといただきます。まあ、ちょっと薄い。薄い。ってことで、まだね料理は残ってるんですけど、あとはね、まあ、ご飯を食べ終え次第、今日は寝て終了したいと思います。ということで、2日目の朝でございます。とりあえずね、朝飯をということで、今日はね、よいしょ、こちらコーンクリームとパンで朝食を食べていこうと思います。よく寝れた？しっかり寝れましたね。で、目覚めもいいっすね、あの鳥のさえずりで起きるっていう、うん。いただきます。あっち、うまい。いや、全然コーンスープだけで十分な気もするんですけど。火がねえもんな。あ、すっごい焦げた。すっごい焦げた。そうだよね。なんかあげないとね、本当はね。本当は。じっくり、あ、熱い、手が熱い。焼けるっていうか、カピカピになるだけですよ、なんか。これでいいや、いいよ、よいしょ、
うめえ。うん。パン全然焼けてないけど。うめえ。うん。完食ってことで。ごちそうさまでした。ああ、待った。ということで、もう片付けの途中なんですけど、雨が降ってきたんで、撮影はこの辺りで、急いで片して帰ろうと思います。じゃあね。